すみません、可愛いお洋服着てんですけど。すみません、可愛くて。今29歳、30歳探してんですけど。超えてます。超えてます。今29、30歳探してんですよ。え、やだ、やめてよ、そう失礼だよ。嘘、私29歳。あら、よかった。どうしよう。年齢言いたくなかったですか。なんでですか。なんかせっかくもっと若く見えるのに。私言ってしまうともったいないかなとか思って。おいくつですか。30ですけど。30歳って意識しますか。そうですね、意識します。どういう部分で。やっぱり何かこう書類とかに年齢とかを書きますよね。そういう時になんか、でも違います。20代と30代と全然同じです。じゃあ別に30歳になったからって変わったことはない。ないです。変わりたくなかったし。女の子って、はい、若い方がいいっていう風潮はやっぱりありますよね、この人たちの中で、はい、だから自分で別に勝負できるものがないと、なんていうか魅力的って見られないじゃないですか。ごめんください。あ、どうもこんにちは、はじめまして。素敵な、なんていうのお人形さんのような美味しいものを。ありがとうございます。いつもこういうの着てらっしゃるんですか。休日とか休みの出かける日は。少女漫画に出てきそうなファッション、それだけで驚きなのに。少し押される感じがするけどね。はい、じゃあ抜いた歯、お土産お母さんに見せて。いやでもこのまま街に出られたらきっと驚くでしょうね、周りの方は。そうですね、バスとか乗ると皆さん見てるかなって。ちょっと自意識過剰かもしれませんけど。お邪魔いたします。子供に人気の噂の名医が少女趣味、なんだか不可思議。あ、やっぱりこう階段登るときはちょっと裾を上げないとね。ないと、もう引きずってますから。よく母に雑巾とか言われてますけど。それにしたってかなり勇気のいるファッション。まあまあまあ、よく着せ替え人形でね、昔で、ね、お人形さんに実際自分が着るとは思わなかったんですけど。これいつ頃から集め始めたんです。実際着出したのは一昨年の秋ぐらいになりますけど、なんかきっかけはあったんですか。やっぱり昔からそういうのを着てみたいなっていうのはありましたから。で、友達がちょっと着てみないっていろいろ勧められて、そっかな、母におねだりして、まあ、自分の買いでもまだその頃買いませんでしたから、上下式買ってください。じゃあそんなに言うなら、だから母は恩人です、私の。30歳前後は女性がおしゃれに一番頭を悩ます年頃だそうです。こういう洋服を着て出かけるときは気持ちが全然変わってます。はい、入れ替わっちゃってます。はい、どんな風に変わってます。やっぱりこう自分がそれに自信があるらしくて、いいよとっていう感じで、なんかそういう風に見受けられますね。はい、皆さんがお姫様みたいって言われると、そうかな。でも白馬の王子様はなかなか現れてくれません。あれ、いらっしゃらないですか。いないんですよ。男の方はやっぱりあんまりこういう服好みませんですよ、ね、ですからもう少しどのくらい経ったら飽きてくれるか、それを待つ。高価な趣味も手に職を持つ強み。黄色とピンクっていうのは素晴らしい色ですよね。やっぱ現実逃避ですかね。いや、そういうわけでもないと思ってはいます。人から見るとそうなのかもしれませんけどね。年取っていくのって怖いですか。え、それはあります。正直に言えば怖いですね。28の時、28嫌だなと思うんですね。だけど自分の誕生日が近くなってくると、28でもいいからこのまま時間が止まってって思うんですよ。時々少女、いつもは大人、ストレス多い現代の、これは片寄さんなりのバランスの取り方なのかもしれません。女の曲がり角、私29歳です。出産は女性の人生を左右しかねない一大事。第一子の出産を20代後半で済ませる女の人が圧倒的で、30歳を過ぎると大幅に減少します。
出産や育児の雑誌がブームなので、赤ちゃんタレントは今や引っ張りだこ。時には付き添いのはずのお母さんがスカウトされたりすることもあるのだそうです。はいはいはい、わかりました。が応募しようと思われたんですか。私がちょっと軽い気分で、はい、何気分、軽い気分で応募させてもらいました。お母さんは今おいくついらっしゃいますか。30歳です。お子さんは何人。2人。29のご自分と30になったご自分と違います。違いますね。どういうふうに違います。なんかだん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 あちこち年取ってきたなとか思ったり。本当はあんま来たくなかったのかな。ねえ、ねえ、奥様はおいくついらっしゃいます。私は30歳で、30歳でも今年で31になるんですけど。今年31。随分小さい頃からですね。なんかあまり結婚はなんか人生の墓場みたいな意識があったもんですから、全然憧れがなくって。結婚したら束縛されるような、やっぱり私たちの年代はそんな感じですよね。そういうのがずっとあったので、できれば結婚したくなかったんですけれども、実際、この子ができちゃってるので、やっぱりこの私がやっぱり不安な状態だと、この子も敏感にちょっと涙流したりするとやっぱり心配してくるんですよ。心配そうな顔して手を当てに来るし、こうやって涙流してるとこで手を当てに来るし、そういうのを思うとやっぱりどんと構えてなくちゃいけないんだなと思いますね。自分の子供が生まれてやっぱ可愛いって言われると、ちょっとその世界にどうかなみたいな。お母さんおいくつです。29です。29、うん、やっぱお子さんっていいもんですか。うん、いい思う。どんなとこが、面倒なとこは面倒だけど、でもやっぱりそのやっぱお母さんってこう甘えてくれるのはやっぱり、やっぱ自分一人っていうか。あやちゃんだってほら、ここほら、あやちゃんのおねしょシーツがほら、今日お願いよ、おねしょせんしたらダメよ。わかった、わかった、ちょっと来てわん。わかりましたか。本当ね。あんた3枚もあんた濡れとっちゃけん、あんた。約束。絶対、絶対、1回だけよ、おねしょは。3回も4回もしちゃダメよ。そう、だから、肉汁の色ーゼは、大体、夏っとほとんど生まれて、生まれる前もホームシックにかかったんですよ、私。あ、東京に出てきちゃった。そうそうそう、友達もいない、話す人もいない。もうだんだん日が沈むにつれて、西の空ばっかり見てね、シクシクとね、あっちの方に福岡があるんだ、みたいな感じ。でもあれ、もう東京、やっぱそれ刺激がここは強い。東京って強いから、30とか29ってこう感じる暇もないっていうか、そういう、だってこんな育児に追われてるから、自分の年齢なんか全然。まあやはりね、我々男性が考える以上に、女性にとってこの29歳と30歳、はい、壁厚いのかな。私実は今日28になったんですけれど、28歳、どこかでね、来るぞ来るぞってのあるんですよ。それは30歳が、はい、20代に対するこだわりってあるんだろうな。だから気にしないように、こだわらないようにしてるってこと自体意識してるってことでしょうね。そうかもしれないね。まあデータ見るとね、やっぱり20代のうちに子供がどうしても欲しいっていうか、子供を作っておきたいって気持ちあるのかな。そうですね、かもしれない。それとまあ社会がね、特に男たちが、まだかってな、こうプレッシャーかけるっていうこと、それもあります、あると思うんですね、はい。さあ今日はですね、この29歳と30歳、女性たちの様々な生き方を探ってみましょう。こちら私たちスタッフの児玉さんです。先日30歳になりました。いかがですか、30歳になりたての児玉さん。どうでしょう、夢は。そりゃやっぱりもう一旗ってとこですね。頑張ります。実はこの1枚の写真をもとに、高校の同級生なんですけれども、皆さん29か30になったばかりです。今どうされているのか、何を考えて暮らしていらっしゃるのか、ちょっと突撃でお尋ねしようかと思います。あれから江戸も一巡り、あの日の仲間のその後の人生は、じじのじじ、あ、ここ木本、はい、あ、もしもし、はい、
私ですね、児玉と申しますが、あの木本さんとですね、由美子さんの方と城東高校でご一緒させていただきまして、はい、で、ぜひ由美子さんにお会いしたいなと思って近くまで来たものですから、ちょっと待ってください。はい、すみません。こんにちは。休みのところ申し訳ありません。でしょう、お嬢様こちら映ってて、それで一人一人このスナップ写真の皆さん、お友達が今どうされてるかと思って訪ねて、結婚して船堀の方にいるんですけど。船堀の方にいるんですか。高校娘の嫁ぎ先は実家の近く。由美子さん、あ、キモちゃん、突然すみません。こんにちは、すみません、突然。あ、懐かしいね。懐かしい。あ、ちょっといいですか。どうぞどうぞ。結婚されて何年ですか。3年です。お子さんいらっしゃるみたいですね。ええ、やっぱり大変ですよ、子供って、本当に大変ですよ、でも幸せかなっていう。児玉さん独身で頑張ってるけど、こんなことやってる暇はないかもしれないですけど、なんかでも本当世界が違っちゃったって感じするね。あ、そう。ごめんね、歌のままでいいの。すいません、変わってないね。綺麗だったんじゃない。全然、変わんなくて困っちゃう。結婚は？いや、まだ、残念ながら。よく分かったねってか、住所で、住所を見て、なんかこの辺かなとか思いながら。お父さん？じゃない。あ、そうですけど。同級生をちょっとこう訪ね歩いてみましょうっていう話に、すいません、突然伺いまして。夢の歌詞も知らないぐらいな。あ、そうか。あんまり気にしてもし、毎日、もう仕事があるから毎日それだけでって感じです。やっぱり女の子だと家にいるといろいろ楽ですよね、親も。逆になんかそういう風に意識しちゃうと、なんか出にくくなっちゃう。そう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 、でどんどんね、やっぱ30代とかになっちゃうと余計そうなっちゃうでしょ。どんどんいればいるほど出にくくなるかなっていう気もするんだ。どなたかいらっしゃる。吉田さん、でいらっしゃいますか。はい、すみません、私ですね、児玉と申しますが、由美子さんいらっしゃいますか。あ、今日友達のところに泊まりで出かけちゃって。あ、そうなんですか。なんで。え、実はね、彼女の同級生なんですよ。ご主人のお父さんもでいらっしゃいますか。そうです。お母さん、お子さんはまだできてない。あ、そう。じゃあお父さんとしては、遊び歩ってるからどうかな。あら、いいんじゃないですか。由美子さんもあれですね、随分自由にされてますね。まだね、子供がいないし、若い人は若い人ですもんね。だから、4年経つけどね、まだね、揉め事なんてないのね。お嫁さんじゃないもん、娘さんだもん。ねえ、そう、嫁さんだと思ってないから。娘だと思ってるから。可愛いですか。可愛いです。見て、写真可愛いでしょ。とりあえず30よっても、ああもう30かと思っても、あ、でもとりあえず結婚したしいいかなって。引くべきか引かざるべきか、結婚という名のカード、それはチャンスにもピンチにも通じる一大転機。現代女性が考える結婚のリミットは30歳。これすなわち自らの売り時ということ。つまり30歳直前が女性の人生の旬なのでしょうか。ここが武田と申しますが。あ、はい、DBS のそこが知りたいです。そうですね、おはようございます。あ、おはようございます。開きましたか。開きました。はい、あ、わざわざございます。ありがとうございます。引っ越しだそうで。そうなんです。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。今年、失礼ですが、お忙しい。あ、30です。あら、いいですね、あまり化粧気がなくて。ありがとうございます。誰ですか、引っ越し屋さん。あ、そうなんです、専門に雇って違うんで。婚約者ですけれども。どうぞ。なんか優しそうな。ねえ、30歳ぐらいです。27です。27歳。はい。あら、あれ。あれ、27歳。そうなんですよ、今流行りの。え、みんなが真似してるんです。